からこそ私はですね、その場で、あ、外人じゃない、外国人じゃないと。私の子供たちの場合にはですね、まあ、外人って言ってるけど、汚いって言ってる人もいますよ。褐色色ですから、浅黒いですね。で、汚い、汚い子、汚い子がおるよって、バイキンとかですね、っていうですよ。私の息子は本当に3歳ぐらいの時にですね、私たちの近所の幼稚園生たちが、私たちの近所の公園で遊んでた時にですね、私の息子を見てからね、ああ、バイキン、汚い子。で、その時私の息子は、こらって言ってました。私はね、ジョージ君にね、みんなに教えましょう。やっぱ教育で、非暴力を通してね、平和は、あれが多民族、多文化、共生、あるいは多様性は、非暴力で教えないと何も変わらないですね。怒って、その場で怒りで人を殴ったら、100人ぐらいは殴ることはできない。全員殴ることはできない。でも言葉で教えて、でそれから記事を書いたりとか、あるいは学校にいてですね、あ、この問題があるよって、どう思いますか、あるいはラジオに電話して、苦しんでますよって、私の痛みを聞いてくださいよ、そうしたらですね、世の中が良くなるんですよ。私は元日からそういう素晴らしいことを覚えました。金星牧師から覚えましたから。だから、子供たちにも、教えなければならない。だからこそ私も本当にお手本になってですね、いろんなところにいてから教えなければならない。でもちろんその、まあ、子供たちは知らないうちに無意識にですね言ってるかもしれないけど、大きくなってから分かるって出てたらね、大きくなってからもう遅いですよ。だから少しずつ教えないとダメになる。すぐは変わらないかもしれない、ね、教えてもね、繰り返し同じことを言うかもしれないけど、繰り返し教えましょう。それは辛抱を持ちながらやらないとできないからですね。良きことはカタツムリの速度で動くっていうことが私は大好きですね。良きことはカタツムリの速度で動く。インドのガンジがその言葉を残したんですね。だから非暴力を通して人権の教育をやっている時には時間がかかるんですよ。でも必ず時間が出てくるんですね。私たちが死んだ後にも出てくるんですよね。だからこそキング牧師もですね、その言葉に感銘してから国弁の黒人にですね、暴力ではね、暴動では何も変わらないから、でも一生懸命勉強して、それで言葉を使って、それでね、記事を書いたりとかデモしたりとか、でも非暴力でやったらね、少しずつは変わっていくんですね。でよく金牧師が殺されて、でも彼が私には夢があるっていうのを演説をやって、でその夢が黒人も白人も豊人もみんな兄弟の精神でやりました。結局キング牧師が死んだ、殺された40年後にはアメリカ初黒人 大統領、もう考えられないぐらいですね。でオバマさんも大統領になってから前にイエス行け、やればできるってね、いう言葉を残したんですね。なかなか時間で見て見ぬふりはダメ、事なかれ主義は平和の敵ですね。臭いものには蓋をせよって、隠していいところだけを見せたら何も変わらないから、私は臭いものには蓋を開けよ、でそれから中身をどんどんどんってですね、出して捨ててからです。でその、
なるんですよね。だからそれをやるためには私たちの地域社会の中でお父さんとお母さんも立ってから、その問題があってから面会、問題があってから足を運んでいてからですね、で話し合って、それから教育に力を入れる。だからこそ私の息子はそのまあ汚いって言われた時には、私は院長先生のところに行ってから話したりして、そうするとその時にね、子どもたちに僕が話し直接話したかったですよ、本を持って行ってですね、子どもに本を読みたかったですけど院長は反対した。それもちょっとなんでかなと思ったんですよね。で自分のオフィスに私を連れて行って、お茶お茶どうぞすいませんねって、あとで伺います、私たちの家に来たですよ、謝りに来て、でもそれは謝りの問題じゃないですよね、それは教育の問題ですから。だからせっかく私は本を作ってますからですね、で幼稚園にも行ってますよ。でも多分ね、その園長先生は、園長は園長先生は総理なのにですね、ですけどやっぱ曖昧なところで逃げましたですよ。私のところに来てもですね、私は深い話をしたかったけど、本人は焼酎の話しかしてくれなかったですよ。ご主人焼酎は好きですかとか、でそういうふうにですね、だからですね、まあそれが終わって、で私の娘もですね、1年生になる前に娘の学校に行って、で先生たちに話したですよ。どうしても子どもたちはですね、私はもう世の中は完璧ではないんですね。世の中を完璧することは私はできない。だからこそ問題が出てくる前に、私たちは予防感覚を持ってから教育をやらなければ、でそれで大きな問題が出てこないんですよね。私は子供がね、1年生になってからやっぱり多分ひどいいじめに遭うかなと思ったんですね。で子供にはですね、心の痛みは治らないから、だから我慢だけしてですね、でいろいろは外人だ、汚いだってで、ずっと子供は何もやってやったら、大人になったらね、もう自尊心もね低くなるんですよ。だから私は学校に行って、で校長先生と教頭先生と先生たちにですね、西三田小学校の子どもたちにはですね、みんな違ってみんないいよ、ね、っていうのを感覚を教えましょう。で、先生たちに任せっぱなし私はしたくないから、せっかく私は本を作ってますから、本を持って、でそれで本の中身をですね、子どもたちに見せてからですね、でそれから子どもと会話したりとか、何度でも私はしたいから、カレンちゃんが1年生になるもう半年前に行ったですけど、どうしてもカレンちゃんが入る前にもですね、私は西三田小学校の子どもたち、私は子どもたちですよ、よその子、うちの子、みんな神様の子っていうの気持ちで私は来ましたから、子育てもですね、みんなでやらないとうまくいかないから、だから私はどうしてもしたかったけど、学校側は私に電話しなかったでしょう。半年ぐらい待ってからですね、もちろん先生たちは多分子どもたちにいろいろ教えたかもしれないけど、カレンちゃんが1年生になって3週間ぐらい経ってからですね、ある日学校からお家に帰って、で本当に悲しかったですよ、その日はね。でお母さんに言ったのは、学校でですね、一人の女の子がカレンちゃんに向かってね、その色はどげんかして、その茶色は何かしてって言ったんですよ。何かしてその色を生まれつきですよね、何かしてって。もちろんその子は無意識で言ったかもしれないけどね、教えないとダメなんで、優しく教えないとダメなんで、でもその時はね、やっぱ大人たちがね、すぐ問題から逃げたいなって。特に日本では、もちろんカナダでもいじめあるよ、差別はあるよ、ね、でも、その解決の仕方は、日本はちょっと独特ですよね。だからこそ子どもたちはね、自殺してもね、
私はたまにテレビを見るときはね、子供が自殺して、でも学校はいじめがないって最初は言ってるんですよ。で、最初の記者会見は、あ、この学校にはいじめがなかった、本当ですかって、いや、いじめはなかった。で、2回目の記者会見には、あ、すいません、あったかもしれない。で、3回目の記者会見は土下座で、すいませんでした、ありましたって繰り返し同じ。だからこそ、いじめをしない、させない、許さないっていうのをプログラムを作って、で、そのプログラムは、だからいじめが出てきた時じゃなくてですね、その時にいじめがない時にも子どもとの会話したりとか、あるいは週に1回ぐらいですね、時間をね、1時間でもですね、子どもをグループにしてから会話、コミュニケーションの取り方とか、問題がありますかとか、ね、そうしたらですね、良くなるんじゃないかなと私は思ってますけど、で、その問題があってもですね、謝りだけ終わったら、何も変わらないんですよ。でもその時は、校長先生、私たちのところに来て、謝りに来たんですよ。ああ、浅倉さん、本当にすいませんでした。ごめんなさいって。で、その子のうちにも行ったんですよ。向こうは多分中止に行ったんですね。そしたらいかんよ、子供にはやっぱピンと来ないんですよね。だから面会しないとね。で、電話でですね、私の妻が電話でその方の、その子のお母さんと話した時にはですね、その子のお母さんはうちの子がバカですから、バカな子は一人もいないですよ。悪い子も私は一人もいないですよね。罪を憎んで人を憎まずというの言葉でね、育てしましょうですよ、ね、その子がその時に間違ったかもしれないけど、教えてあげたらですね、変わるですよ。すぐは変わらないかもしれないけど、繰り返し教えてあげる。この子はバカとか、自分の子にバカ言ってるお母さんはちょっと本当にがっかりなって、こんな時の痛みをちょっと思い出してほしいなって。バカの問題じゃないですね。でもその時はね、学校が面会は本当にしたくなかったですよ。でも私は何度でも、まあ、校長先生に電話をして、でもね、校長先生が電話で切れて、で、私に、まあ、優しくない言葉をかけたですよ。浅岡さん、もし日本が嫌いとか、日本のやり方嫌いやったら、自分の国に帰ればいいんじゃんって。あれはダブルパンチだな。あれはマイク・タイソンのダブルパンチ上に痛かったですよ。その問題じゃないですよね。だから問題を解決するときはね、敵じゃないんですよ。僕の娘が、あるいは息子も入るですよ。娘も2人が入るんですよね。だから付き合いはもう長くなるんですよ、その学校との付き合いはですね。だから自分の国に帰ればいいんじゃんっていうの問題じゃない、ただ帰ってるだけしましょうでしょ。私は敵作りたくないから、その場で終わってから握手しましょうだけ言ってるなのに、だからやっぱ日本人は、私は問題はね、コミュニケーションの仕方がわからないから、日本人はですね。ですから私は今の子供たちにはコミュニケーションの力を上げないと、家庭もバラバラになってしまうんですよ。だからほとんど日本の家庭も今ちょっと崩壊になってるじゃないですかね。お互いを刺したりとか、お父さん自分の子を刺したり、刺し殺したりとか、で、子供も自分のお父さんを刺したりとか、あるいはもうずっとコミュニケーションを取らないままで、2人とも60歳になってからも熟年離婚したりとかですね。ですからやっぱコミュニケーションね、だから耳が痛くてもね、最後までは人を聞かないといかんんですよ。で、それ、ああ、分かった、それではこうでは反省します、努力します、すぐ私は多分変わらないかもしれないけどね、でもお互い様でよって、で、握手してからその繰り返しですね。それは、まあ、なかなか日本人はやっぱ言葉をですね、コミュニケーション、コミュニケーション、特に今はですね、前は、まあ、もちろん問題がそんなに大きな問題がなかったからですね、だから日本人は一心伝心でいろいろ自分で分かる、通じるかもしれないけど、今はね、情報がありすぎ、問題もいっぱいある、
なかなかコミュニケーションの力がないと人権侵害につながるし、それでもう本当に家庭と学校もバラバラになってしまうんですよね。私はその時にもですね、教育委員会までにも足を運んでいったんですよ。でその時もですね、人権教育課の人たちと教育長に話したら、ああ、そうかそう、やっぱ日本の田舎は閉鎖的なもんですよ、だからしょうがないと思ってるじゃないですかね。日本の田舎はですね、閉鎖的なもんだからこそ田舎にも人権教育課があるんですよ。だから田舎の人権教育課は町の人権教育課より力がいるんですよ。閉鎖的なもんですから。でもそれ言い訳になったらね、私の心を見てよって、私は涙を流してもね、向こうはね苦笑いで終わったりし、あれもね。でも結局私は諦めなかった。まだ冷静になって校長先生にもう一回電話を入れて、すいません校長、本当に僕はね話したい、そのお父さんとお母さんにもちょっと話したい、で終わってから握手したい、すいません本当にお願いしまして言ったら、ああじゃあ面会しましょう。で面会があって、その子は来なかった。でも私は家族と一緒に行きました。それで校長と教頭先生と先生たちと、その子のお父さんとお母さんも来て、私は繰り返し言われ、子育てはみんなでやらなければならない、人権教育もですね、人権教育の講演会とか研修会だけじゃなくてですね、問題が出てくる前に子どもたちにですね、まあ読み聞かせしたりとか、あるいは、まあ、グループを作ってからですね、問題解決のコミュニケーションのね、の仕方を上げたりとか、あるいは問題出てくるときは面会してね、終わってから握手しましょうよって。で、それで子どもたちにお手本にならなければならない。だから私たち大人もですね、もっとコミュニケーションを取りましょう。問題が出てくるときは勉強のチャンスですから、バラバラに行っていくチャンスじゃなくて、勉強のチャンスですよ。で私は繰り返し、そしてからですね、握手して、みんなに握手してから、それで少しは良くなりました。でカレンちゃんがそのことはもう普通に遊びようになったんですよね。で子供はね、喧嘩してるだからこそね、喧嘩して、あ、面会が大切ですよね。だからいじめも陰湿なところから入っていくとね、危険ですよ。私たちの町にもね、自殺者が出てくるんですよ。で今私の娘が中2年生ですけど、で4年前は卒業生がね、二十歳になってから学校のグラウンドで自殺した。手紙を残さなかった。でもなんで学校のグラウンドで自殺したの？その子がサッカーをやってましたんですよ。サッカー部だった。でもまあいろんなね、こそこそ話で、ああ多分いじめられたじゃないですか。だからね、もう本当に一つの命、もう重たいから、ね、本当に福田総理も言ってましたですね、人命は本当に地球全体より重いですね。ですからそれを守るためには、もっと力を出しましょうですね。大人かり主義ではそれを人命を守ることはできないですね。大変だな大変だな思ってもですね、行動を起こして大変かもしれないけど、やっぱ子供だから、私たち大人が頑張ってる、ね、だから問題解決はいじめがダメ、差別はダメって大人が頑張ってる時には子供は安心して、で自殺はしないなと私は思ってますね。だからやっぱ本当に僕たち大人たちはですね、でそれと同時に僕たちあの人権教育に力を入れている方たちはですね、本当に 100% の心で命かけてやったら私の世の中が良くなるなって。だからこそ私はたまにもいろんな電話ができて、ジョエルさんなんで日本の悪口やってるの。いや私は日本の悪口やってないですよ、ね、日本の悪いところも批判はしてますかもしれないけど、悪口じゃないですよね。悪口と批判は一緒じゃないですよ、ね、批判はいいことです。だから批判は世の中
を良くするために問題を深く考えてから、これが問題で死んで声を出してから、あるいは記事を書いてから、うん、私たちの街の中ではこの問題があるよって、それは民主主義ですよね、それは批判ですね、批判的な考え方を持ってたからですね。で、悪口はこそこそ話したりとか、でそれでワイドショーみたいなやつですね、は悪口ですね。だから私は日本が大好きです。だからこそ日本の良くないところを批判して、で行動して命がけてからですね、殺されても私はやる。必ず同じ精神でやるから。いろんな国に行っても同じ精神でやるからですね。で、私の子供たちにもですね、同じ精神でやっていったらね、世の中が良くなるでしょう。だから、もう私は分かりやすくですね、子供に、子供だけじゃなくてですね、大人にもですね、必ず講演会の時には読み聞かせをしますから、この2次の子供たちとお坊さんの色和の読み聞かせをやるので、よろしくお願いします。この2次の子供たちは2001年で出した絵本ですけど、日本語と英語とフランス語で書かれてますからですね。もちろん今日は国際交流のためにだからフランス語のみでやりましょうか。いや、英語達者の人もいますよ。じゃあ日本語でいきますので、よろしくお願いします。2次の子供たち。天気のいい、ある日のことを、ケント君は公園へ散歩に行きました。ケント君はそこにいる子供たちに言いました。ねえ、一緒に遊んでよ。ダメダメだって、君は髪が長くないでしょうと、子供たち。ケント君は急いで家に帰って、お母さんのカツラをかぶって戻ってきました。ねえ、一緒に遊んでよ。ダメダメだって、君は帽子をかぶってないでしょうと、子供たち。またケント君は急いで家に帰って、お兄さんの帽子をかぶって戻ってきました。ねえ、一緒に遊んでよ。ダメダメだって、君はサングラスをかけてないでしょと、子供たち。またケント君は急いで家に帰って、お姉さんのサングラスをかけて戻ってきました。ねえ、一緒に遊んでよ。ダメダメだって、君はイヤリングをつけてないでしょうと、子供たち。またケント君は急いで家に帰って、おばあさんのイヤリングをつけて戻ってきました。ねえ、一緒に遊んでよ。ダメダメだって、君はオーバーロールを聞いてないでしょと、子供たち。またケント君は急いで家に帰って、自分のオーバーロールを着て戻ってきました。ねえ、一緒に遊んでよ。ダメダメだって、君は私たちみたいな格好してないでしょと、子供たち。ケント君はどうしていいかわからなくて、しばらく座り込んでしまいました。ねえ、私たちと遊ばない？いろんな学校の子供たちや違う子供たちがやってきました。やっとケント君にも友達ができて嬉しくてたまりません。で、みんなでワイワイしてた時にはしばらく雨が降って、それから綺麗な虹が出てきまして、で一人が大きな声でこういうことを言いました。ほら見て、綺麗な虹だよ。わあすごい、虹っていろんな色が一つになってるから綺麗なんだね。子供たちは美しい虹に見とれていました。終わり。
ありがとうございます。あの本当に虹は不思議もんだなって、もうみんな虹が大好きですね。でそれで人権の話をするときにはもう必ず虹の話が出てくる。虹のイラストもいっぱい出てくる。カナダで虹のイラストがいっぱい人権のときには出てくる。アメリカでもいろんなとこ、日本に来たら同じ子供たちがね、なんで初見虹が人権の時に出てくるのって、やっぱみんな違ってみんないいよって、でバラバラじゃないからですね。色が違ってもみんな友達だから、私たち人間も虹の色のように、私たち人間もさまざまな違いを乗り越えていこうっていうのメッセージがね、世の中に足りないから、だから私は3つから子供たちにですね、その本当に私たちを大人たちが本当に知恵を絞りながらね、いろんな話したりとか会話して、で右の真似しましょうよって。だから人間社会を見ると、相手も違う、尊重したくないから、もう衝突、民族衝突、それからあの、まあ、宗教衝突、いろんな同じ民族の中でもですね、あみんな一緒じゃないってダメって、あるいはこの人が方言で話を大阪弁で話してるんだから、久留米市に行ったらもう仲間外れになったりとかですね、いいんじゃないですかって。だからね、みんな違ってみんないいよ、多様性を大事にしましょう。でそれで私は話の前にもですね、子どもたちには必ず思いやり、愛と命の大切さを教えたいですね。特にその3つの価値観の土台には、の一番下には思いやりにしたいな。なぜって思いやりがあったらね、人を愛することができる。でそれで人を愛することができるやったら、命の大切さも分かるからですね。だから思いやりをどうすれば教えるかなって、私はたまにはですね、子供にお話をするときにとか、あるいはまあ読み聞かせの時にもですね、もしそのストーリーがちょっとだけあの思いやりっていうのを練習できるやったら、あの子供に出せたらいいなと私は思って、で虹の子供たちの中にはこのページに戻っていてから子供に考えさせると、あの子供にね、なんでケント君は一人ぼっちになったのって聞くですよ。ああ違うから、帽子をかぶってないときには帽子をかぶってる人たちとの、まあ、と遊ぶことができないとか、で仲間それればっかり違うですから、じゃで子供にね、ケント君が一人ぼっちになったときの気持ちを考えましょう。ケント君が一人ぼっちになったときにはね、もしあなたケント君やったらね、そのときにはですね、どんな気持ちになるの？で子供たちが、あ寂しい、これは悲しいですね。だから人間はね、学校に行って、あるいは遊び場に行ったらね、悲しくなりたくないですよ。遊びたいの時も悲しくなりたいですよ。寂しくなりたい、だから寂しくなりたくないですよ、ね、でもなんで寂しい思いさせる人たちがたくさんいますかな。人の立場に立ってから考えてみることはやってないからですね。だから思いやりはいつも人の立場に立ってから考えてみるですよ。だから行動を起こす場合にはね、もう3秒ぐらい考えて、あ、僕やったら嫌ですからね、僕もやっぱこういうことしたらダメよ、自分がされて嫌なことは人にもしてはいけないっていうのゴールデンルールをですね、必ず私は子供たちがね、それを覚えてほしいなと。だから日本の社会の中では今本当にあのいろんな現象が、今は便所飯はダメっていうのサインがいろんな大学の便所で貼ってあります。もう一人、特にあの男の方はです、男の子の大学生の方は恥ずかしがりやとか、あるいは友達、なかなか友達作れない人たちはですね、昼ご飯の時には食堂じゃなくて便所で食べてるんですよ。あれって食堂で一人で食べるのは恥ずかしい、